日産、リバティ、プレイリー、プレイリー、リバティ。リバティは、日産自動車が販売していたワゴン型のミニバン。設計、開発の一部と生産は、日産車体が担当していた。リバティは、プレーリーの、モデルチェンジに際し、国内向けに社名が変更されたものである。近隣諸国への輸出も多く、それらのネーミングは、プレーリーのままであった。当時、お木くにあった。 旧プリンス自動車の開発拠点で、オースター JX、スタンザ FX をベースに開発された車種であり、開発主管は、初代マーチ、K10 型、レパード、F31 型、ローレル、C32 型、スカイライン R31、セブンス R32 型の開発主管を務めた、旧プリンス出身の伊藤サムレである。現在、実質の後継者である。 ラフェスタと競合するトヨタアイシスは、片側のみ、センターピラーレス構造を採用しているが、初代 M10 型プレーリーは、両側ともにセンターピラーレス構造を、いち早く採用し、ベンチシート、3列8人乗り、回転台座などのシートバリエーションを実現していた。VN10 型パルサーバンクから転用された、トーションバースプリングを横置きに配置することで、スペース効率を向上させた。 トレーリングアーム式サスペンションによって当時としては画期的な調停レイアウトを実現していた。この調停場を生かすことで小さな外観にそぐわない広い空間をナンバーサイズ内に構築し日本流ミニバンの始祖的存在であった。前席のシートベルトリトラクターは左右フロントドアに内蔵された。当時はミニバンというジャンルが存在しておらずデビュー時のキャッチコピーも びっくりはキシーセダンと新しいタイプのセダンという位置づけで、いわゆるミニバンタイプである3列シートの JWK、JW、JWL、JWG の他に鉱石を折りたたむことで、広いラゲッジスペースを得ることができる2列シートの RVK、RV、RVS、同じく2列シートながら、r v 系に比べ前後シートの間隔を広げた上、 シートバックの厚みをたっぷり取った固定式シートを採用したリムジン感覚を歌った s s 系、SSG、さらには商用車の n v 系、3人乗り、3、6人乗りという4タイプのワイドバリエーションを揃えていた。搭載するエンジンは直列4気筒 OHC の CA18S 型と E15S 型。ただし、パワートレーンは 初代プレイ DM10 型が発売された前年、1981年に、デビューのバイオレットリベルタ、1982年廃止、オースター、スタンザの T11 型3姉妹と共用され、少年 P c 用のワイドなギア比のトランスミッションと、ハイディアードなデフを流用したことや、1.3トン近い、車両重量に対して明らかに力不足のエンジンスペック、さらには、 最大のセールスポイントである前述のセンターピラーレス構造に加え、二役性の向上を図るため開口見切りを大きく下げ、バックドアがバンパーごと開口する画期的なアイディア、超床レイアウトゆえの措置に近するボディ剛性の低さなどが災いし、コンセプト的には各方面で評価されたものの、走行性能や動力性能の評価は芳しくなく、 販売面ではそれらを大きく反映する結果となった。また、センターピラーレス両側スライドドアは、ボディガードア側双方ともに負担が大きく、スライドドアの耐久性という面でも難があり、当時の設計生産技術の限界を露呈させる結果となった。二代目は余裕を持たせ、ブルーバードベースで開発されることとなり、これらの反省点も盛り込まれた。 北米輸出仕様の名前は、アメリカ合衆国では、スタンザワゴン、スタンザワゴン、カナダではマルチ、マルチの名で販売された。1988年9月発売、ブルーバードをベースに開発された。後席スライドドアは踏襲したが、センターピラーを持つ構造となる。当初は2.0リットルの CA20S 型のみで、グレードも JK、J-6,J-7、 J-8 と MK、M-5, M-7 の2種類と、初代デビュー時に比べて大幅に簡略化されている。オートマチックが4速化される。初代は、シート配置でシリーズを分けていたが、2代目では、豪華装備の JK に対して廉価仕様の MK という、分け方をされていた、アルファベット語の数字は、乗車定員。このため、2列シート仕様は M-5 のみとなり、 一般ユーザーにとっては選びにくいものになってしまった。M-5 はカタログ上では、商用車を想定したようなグレードでもあった。ベースとなった、ブルーバードが採用していたストラット式、リアサスペンションを受け継いでいるため、このストラットタワー部が3列目の居住空間を狭めていた。1989年5月、特別使用車、アウトドアバージョン発売。 1989年9月、A-T シフトロック変更及びオーディオフェーダー機構変更。1990年9月、直列4気筒4、OH、2.4リットル OHC か 24E 型を搭載した G、240G-5 と 240G-7 の 240G 系が追加される。これらは5人乗りと7人乗りでの装備の差は特になく、北米向けモデルを、 国内の基準に合わせた仕様としたもの。1993年に北米でクエストが発売されたため北米仕様は前期型のみとなった。ちなみに北米での販売名はアクセス、アクシスと名付けられていた。1995年2月、RV リミテッド設定。1995年8月、マイナーチェンジ。 北米向けを考慮する必要がなくなったことから、日本国内市場に特化し、一般消費者には不評であったスタイルの変更を中心にリサーチ結果をできる限り盛り込むこととなった。リアオーバーハングを延長し、車内を拡大するとともに、フロント部分は以前のスムーズなワンモーションフォルムから一転して、R50K テラノにも通じる RV 風のボリュームのあるものとするなど、 大幅に変更し、グレード名に、ジョイを関することから営業上の社名も、プレーリー・ジョイ、プレーリー・ジョイとした、正式な社名は、プレーリーのまま。自流に乗り、純正エアロパーツ装着の、エアロエクスプレスというグレードも設定された。2.0リットルエンジンは、CA20S 型から SR20D 型へと、世代交代され4足、A、T のみが組み合わされる。また、 北米でのスタンダードであった2.4リットルエンジンと初代からの特徴でもあったコラムシフトやベンチシートが廃止されたが運転席 SRS エアバッグが全車標準装備となるリアサスペンションは同じ日産のステーションワゴン W10 型ベニール同様 2WD 車がトーションビーム式トレーリングアーム 4WD 車は5リンクとなるこれにより従来型にあった ストラットタワー部の張り出しがなくなり3列目の居住空間が改善された。この変更で特にスタイリングについては指揮者やマニアからは大変な不評を買ったが日産の目論み通りファミリー層や高齢層の支持を得て販売台数は一気に増加した。しかし上位になってから極端な営業者並みの仕様は消え当時の日産の安全基準に合わせた安全装備や 快適装備も増え最低価格も200万円近くに値上がりしたためプレイリージョンより車格上でありながらほとんど売れ筋グレードの価格に差がないホンダオデッセイや後に発売された三菱シャリオグランディスには勝てなかった。1997年5月一部改良。主な変更点は助手席エアバック &ABS の標準装備か車内の抗菌かインナーグリーン。 UV カット断熱グリーンガラス採用、テールゲートにガラスハッチを採用など。なお、ガラスハッチは次の M12 型にも引き続き採用された。1998年11月16日、M12 型にモデルチェンジ、社名をプレディ・リバティへと解消。パワートレインやサスペンションを W11 型アベニールと共用する。登場時の搭載エンジンは、 直列4気筒 DOHCSR20、出型のみの1機種。2WD 車はすべてハイパー CVT を採用し、4WD 車は4足オートマチックを採用した。セレナ、ラルゴ、エルグランドにも設定された純正エアロパーツ装着の、ハイウェイスターも設定された。1999年10月12日、ハイウェイスター 4WD にターボエンジン SR。 20デッド型を搭載し、内外装にも手を加えた、ハイウェイスター GT4 を追加。合わせて、オーテックジャパンによるアクシスを設定した。2001年5月7日、マイナーチェンジに伴い社名から、プレーリーが消滅し、リバティに変更。フロントグリル、バンパーなどのデザインを変更し、搭載するエンジンを、QR20 デ型に変更し、助手席側に、 リモコンオートスライドドアを装備した。また、ハイウェイスター GT4 を廃止し、アクシスに代わり、オーテックジャパンによるラダーを設定。合わせて、正面のリバティのエンブレムは、日産の CI に変更された。2001年5月8日、同年8月31日までの期間限定車、コールマンバージョンを発売。専用シート、電源コンセント、大容量、バッテリー。 コールマンエンブレムなどが装備された。2001年6月19日、福祉車両、オーテックドライブギアを追加。2002年1月28日、コールマンバージョン E を発売。第1弾からシート地の色が変更された。2002年9月2日、フロントグリルのスモークメッキ化、フルホイールカバー、ステアリングホイールの変更など、内外装を一部変更。 全社が超低排出ガス認定を取得し、ハイウェイスターは廃止され、期間限定車、コールマンバージョン e を発売。2003年5月8日、日産自動車70周年記念特別使用車、G70th、g n a パッケージ 70th を発売。m d c d 一体 AM、FM 電子、チューナーラジオ、専用シート、電源コンセント、 スライドドアオートクロージャー、ETC ユニットなどを装備した。2004年5月6日、特別使用車、L エディションを発売。ヒセノンヘッドランプ、専用シートなどを装備した。2004年12月、生産終了。22年の歴史に幕を閉じた。後継者は、パノラミックルーフを搭載した、ラフェスタ。取扱いは、日産、ブルーステージ。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。